もし万が一教祖30年祭継ぎ目の年限つなぎの年限から100年以上経っても力あるなら掘り切りてみよという教祖の言葉を無視し続け、根の掘り下げも面倒くさい、嫌でしない。しかし甘露大世界の成就に合わせた本部審だけは今後も継続しって先行させたいのような上位下達が来たならば、その時はじっくりと考えて答えを出せばよい。本部審？その本部審とは何のこと？そういう天理教から分かれた宗教団体の名前があったのでは？ああ、そうか。うちではあまり話題にしなかったな。知らぬが無理ではないわいな、だ。もともとカソリックの熱心な信徒だったわしが、天理教の信仰に転向した理由の一つでもある、興味深いと教理だなと思ったよ。八社様、よろずよ八師に歌い込まれている、この日本という国の権有分地の神の世界で太古に定めた掟破りまでして、この旅表に現れた月日両神の思惑が理解できる気がしたのだ。ああ、人間の心の建て替えと世の建て替えのために、有名の世界からこの表しようである見解という表舞台に現れたのだな、と。これからこの世の中の積もった誇りの心が形として現れた様々な砂上の楼閣を、その原因の心問いを同時に、月やかにしたたて見せる掃除をしながら、甘露大世界に導いていく方針、世界を建て替える模様の神の宣言というのか、オリエンテーションのようで、よく分かった気がしたよ。感動したのを今でも昨日のことのように思い出す。一言で言ってしまえば、三木教祖のお言葉によると、甘露大世界が成就するまでは、ずっと刈谷の世界で、天理教は刈谷不信なのだよ。イザナミの命という、物事の生命の海に関する一切の主語を引き受けている三木教祖のつけ始めた道。つまり、天理教という呼称で呼ばれるようになった、お道という、この世界における天の理法を解き明かし、そのこの世の映し鏡として、世界の雛形となる実験の台としての天理教。神からの試しをかけられ、その世界の試しの台である天理教という世界生み出しの参道の中では、参道出口の国札地が生み出しが、完成へとつなぎ甘露大世界が成就するまでは、原則は刈谷という産屋の段階であるので刈谷不信。うすうす以前からそうじゃないかなと思ってました。だから根菜も深く必要ない布基礎コンクリもいらない刈谷の三方下で、そして屋根はありの産屋の理法でしか不信をしてはいけない。これが何度もお指図に現れる刈谷そうというたるということなのだ。すなわち世間でいうところの刈谷不信。人間世界の建築様式で言えば、工事現場や災害地に建てる基礎施工のない半年から数年で使って取り壊し自由のプレハブ事務所や住居のようなもののことだ。そうか、しばらくは試しの台になっているので、プレハブみたいな仮の建築様式でって意味なのか。だが、しかし、ここで改めて再認識しなくてはならない重要なことは、刈谷そもそもの意味なのだ。生み出す出産時に妊婦がこもる家屋の産屋のことだ。物事を生み出す前に、こもる仮小屋のようなものだよ。人間世界でも、料理人や中小企業の社長さんでも社員でも、芸術家でも学者でも、新たに何かを生み出す大仕事の際は、電話も取らずに、横目振る間もなくこもって没頭するだろう。青色発光ダイオードでノーベル賞を受賞した中村修二氏は、研究室の横でぼやが出てても気がつかなかったというエピソードまである。日夜科学にいた人ですね。あと、この紅葉の季節も過ぎれば冬だが、三木教祖は初めての本格的な典型が降りるようになって、月日の社となられた後、蛇が冬眠するかのように御霊の冬の季節に入られた。3年間も内臓の中にこもられた。月日両神と特に重たりとの一体化するほどまでのイザナミの魂の白蛇の化身としてのその心霊力の増油。そういう目に見えない神秘的なエネルギーを身につけながら、神様からいろいろなことを耳移しされ、
胸浮かびで見せてもらい、とても人間技とは思えない白蛇の化身としての力を付与していったのだ。だから春の啓蟄というイザナミの心霊力の発動に向かい、こもってそういうエネルギーしっかり増やす季節だから冬と言うんだよ。カナの教えはありがたいだろ。音韻そのものに存在意味があるんだよ。増やすで冬、そういう語の意味だったのか。そう。そして刈谷というのは20年に一度の伊勢の式年遷宮に建てる建物と同じなのだね。伊勢に祀られる神については神道文化の領域で博士号をいくつも持っていそうな、あの丁寧で教え上手な伊勢の内宮さんの総務課さんは、近年は焦っているかのように全否定しているが、伊勢の祀る神は蛇神だよ。その他のことならこちらが気を使うくらい、伊雑宮で起こった仙台球児本義大成刑事件のことまで笑顔で解説してくれるのにな。面白いだろ。でもだ、すでに日本を代表する人類学の学者に伊勢は蛇神であると論証されている。通海三景記に書かれているような採用の寝床には毎朝必ず蛇の鱗が落ちていたというようなレベルの話ではなく、尋問系論究の手本のような研究の結果だ。つまり伊勢の神は尾神で蛇神と考えられていたのだよ。式年遷宮の20年ごとの建て替えなども蛇神の脱皮による永遠の生命を表しているのだ。その日本の国の神祭りの領域からとどめのダメの教えによって、茨苦労や崖道の試しをかけられる中を、なんとか本武神の次元まで導き完成させ、甘露台世界の雛形を三木教祖は目指していた。親様の出自を理解している天理教の人間ならそのあたりまで位の推定はしてしまう。ということは伊勢の天照大神はある時代まで対馬の天照神時代そのままだったわけですか。まあそういうことなんだろう。その可能性が非常に高いということだ。それでそこから天照国照の名を持つ大物主神や上足姫へのつながれていく世間でおなじみの議論になるが、三木教祖を下うわしのようないつも落第しっぱなし弟子のつもりや、兄弟の中の兄弟の人間ならそんなところで止まっていてはいけない。東名や山陰を高速夜間バスでお助けに向かう最中も、信者さん個別の話し医者としての役割と、もともとクリスチャンで神父に誘われていた過去を引きずっているのか、生意気にもプロテスタントの牧師さんたちが聖書仲介を全部頭に入れて各教会で預言者機能も果たしておられるのも意識して、自分もバスの中で消灯してから寝つきの悪い時は、手前の数ヶ月に新たに読んだ本やニュースの情報を頭の中で整理させてもらっている。ああ、それでバスから降りてくる時の足元がふらついてんですね。一回退院できた3ヶ月前も夜行で帰ってきたので心配になってターミナルまで迎えに行きましたが、場所が合っててよかったですよ。あの朝会えてよかったです。すでにこの時ステージ4で本人は告知されていない。ああそうだったな、あの時はありがたかったよ、ありがとう。それで世間でよくありがちなのは、天照国照から伊勢の神大物主神、あるいは上足姫として危機の中の和尺美百秋姫姪と大物主神の話と一致するという思考停止だ。お前はそういうことのないように、志摩半島の磯辺にあるお伊勢さんの別宮、あの伊雑宮、そう磯辺だから元をたどれば教祖の先祖と腹違いの兄弟が祖神親神なのだ。あの辺りはの伊沢宮の鎮座由来は真鶴の方とし伝承だったかな。確か大和姫の御事席だった。伊沢宮のある磯辺の地は弥生式土器も出土している上、周辺には縄文遺跡差があり弥生式土器も出土している。この地には黒潮、本流や分流を縦横無尽に活動圏にしていた海人族が、常世と呼ばれる海域などから北上して早くから住み着き、水稲耕作を始めていたことと推定されるというのが、この半世紀の学者たちの見立て。
この磯辺ではタカシコゾウという活鉄鋼が発見がよくある。これはいろいろな意味があって結構な数見つかるらしい。大和盆地ではカツラギや生駒の登録でよく出て、怪人族は竜田信仰を持つ場合が多く、拠点集落の周辺には竜王山がある場合がかなりあるが、東に竜王山を望むから湖鍵遺跡では大きな鈴のような形の活鉄鋼の鈴の中に糸井魚川の巨大な翡翠が入った遺物が見つかった。翡翠はと古代では呼ばれてたから、ヌナキ入姫、ヌナキワ姫みたいな翡翠のように美しく可愛い姫のような名前を持った姫もいたのだろうが、それが海から離れた大和盆地だから面白いは高校外美音かな。そういうお姫様は翡翠の玉のように美しいと愛でた名前だったということか。確かに吉野の山の中にも不思議だけど怪人の神社がいくつもあったって。伊勢祭祀の神職であった宇治土公や下宮の渡来氏も磯辺で浜田が計浮上教祖の先祖に近い氏族は、共通して海の彼方より飛信を招き迎える祭祀を行い、農耕の仕方も活鉄鋼などによるローカルな小規模な製鉄を行ってたようだ。そう見る学者が多い。まあ若い頃だが、単独布教先の関東に向かう前に同系統の教会長の年齢が少し下の同僚に大和たけるの兄弟の血筋の者がいるので、その恩恵に預かろうと伊勢に寄ったことがあるが、その時は二人の海岸を磁石を垂らして歩いたら砂浜からもかなりの砂鉄がくっついてきた。その後も周辺の山の土を見てみたら鉄分の豊富な赤色土が多かった。教祖の残してくださったお話にこういう鈴や酸化鉄関係はないかなと思ったが、やはり地元の古老はみんな知ってることなんだろうが、これも地味な話だけども、教祖の氏族家伝に含まれる類の一つかもしれないよ。ふーん、そうかもだ。わしの場合天理教の知り合いがいる親父とは違って、何せ天理教のことは何も知らなかった。たまたま自分の親が絵を習わせてくれてたのだが、一時は絵描きになろうかと思ったほどに上達したんだ。旧制中学の最後の年だった。スポーツ部だったのだが、家では何度か暇な時に何度か見た記憶で、阿弥陀如来の絵みたいなのを描いたことがあったのだが、それを見て親父が言ったんだよ。お前甘露王如来を描いてるのか、それ天理教の中山道さんやないかとね。そう言いながらニコニコ笑っていた。え、中山道教祖が甘露王如来？親父や親父の仕事仲間など当時の一部の人間にはそんな風に見えていたようだよ。呉服や仲間のちょっと世情に詳しい旦那衆だっただろう。人間世界というのは、なんつの時代もそれこそいろいろな苦しみに満ちた世界であることはみんな知っている、経験している。阿弥陀如来や甘露王如来はその人間の世のさまざまな苦しみや弱肉強食の理不尽、人に騙されたり卑怯な悪を繰り返すいかがともしがたいような人間な愚行や苦難を取り除いてくれ、心身を安らかに落ち着かせてくれる仏ということだ。ちなみに甘露とは心身を潤すものという意味で、その親父の言葉もわしが天理教に興味を持ったきっかけだった。親父は天理教の組織的な動きや熱狂的すぎる信仰ははためにも苦手にしていて、深入りすることはしなかったようだが、やはり教祖のことはよく知っていたよ。ご文やご音読、ご容赦とご視聴ありがとうございました。よろしければ引き続きパート3をご視聴ください。